おはようございます。10月2日朝5時10分でございますけども、4人麻雀実況やってみようかと思います。今日はね、4人麻雀でございます。広告が出てきて、自由対戦ランダム対局開始ということでございますね。えーと、ドラがローソーで、まあ、この手組みだと、ちょっとこう、想像が寂しいなってとこですね。3色もないし、まあ、9ピンを統一に固定してから始めましょうか。 で、発を合わせていくところで、トーンはダブトーンがありますんでね、少々抑え気味で、ペーナンと切っていく形です。キューピンはいずれ出ていく形になると思いますけど、これは123の目が出てきましたね。マンズが123と並べば、ちょっといいかなってところですね。で、トーンがまだ出てませんから、トーンを温存していく形。あ、ここまでですね。特に焦るような手でもないので、のんびりいきましょうか。 えここでね、マンズの9、7と切っていけると思います。じゃあ、7も切って、まあ、トーンがね、もし重なるようでしたら、あこれ、トーンでって切るようになりましたね。で、ウーワンを続けて切ってもいいのかなと思いますね。はい、リャンゾー。これ、リャンゾーはおそらく通ると思いますけども、まあ、パーピンでね、モロヒって感じで打ってみましょうか。あ闇がいましたね。姑息な闇点がいました。 のでございます白がドラということはねこれ自敗をうまく使っていかなくていけないかなというところです、まあ、こういう場合はローソを切って統一に寄せていく形でポンが入ったってことはやっぱりねさらに統一に寄りそうなんでここでローピンも切っていく形になりますねはたにはちょっと酷使狙ってるように見えると思いますけどもチートイツでございます、はい、ここでまあ安心して、えー、あ降りることができるかなってところですけども降りる範囲がないですね じゃあ、なんとなく1枚切れのチュン切りましょうか。あっ、ワン。結構うまい町ですね、これはね。はい、えー、スーチーワン。なんか、チートイをちょっとね、感じさせるような手組みでしたね。はい、えー、リャンゾがだね。これもね、おそらくね、あ、これ何が役割か。ちょっと泣いていきましょうか。ちょっと間に合ってないんで。どこまでいけるか分かりませんけども、チーピン3層と泣けるようなら、ちょっと勝ち目が出てくるような気がしますね。 あとはやっぱり、涼造が問いつってもらいたいかなっていう、横島な考えもありますあ。全然こう、泣いてもあんまりいいことはなかったですね。これはね。<laughs> えー、ちょっとここで手を縮めていきましょうか。受けに回る姿勢でいってみようかと思います。あなるほどね。初を合わせ気味に切っていって、あとは、チーピンなり3層なりがどうかなっていうところですね。ここはね、万を伸ばしたいこところですけど、もうすでに手が遅いんで、 ここで固定していきます。いつでも降りる気満々とやってやつですね。はい。じゃあ、ここまでで手仕まいにしましょうか。7万を取りとうとして、あ余計なことをする人がいますね。さあ、2万9万と。カンを誰もしないでしょ、これ。何を考えてるんだ。あ、ドラが切れちゃったんじゃないのあ、ドラじゃない。白か。はい。じゃあ、これでね、なんかこう、過去のテンパイですけども、もう手遅れなんで、ローワンなりチーワンなりあたりを切っていきたい。あ、パーピンが取ってますね。 あ、やられました。うん。サブローピンか。普通だな。3色があるからでかいな。はい。まあ、積もられ貧乏は下げることができたかなっていうのはね、消極的な形。あ、これいいじゃないですか。Q1E ピンと切って、まあ、自然単要に向かっていく形に進めましょうか。はい。あ、いいですね、いいですね。これピンズがね、内側にも寄り,りやすいんですよね。もうどっからでも鳴いてきますよ。どっからでも。 はい、ルーピンを軸にしていく形です。これ、ウワの地位はさすがにないですね。さすがにね。痛いな。邪魔すんなって感じですけどね。はい、まあ、なんか、ピンズがちょっと怪しげなんで、軽く筋を切って、あピンズが怪しげだって言ったのに、飛び込む人がいますね。うん、なんと、デキレースで親を落とされました。 一回も上がれてなないいじゃないかこの辺でちょっとねどんな汚い手を使ってでも上がりに行きたいところですけどもあ自分で泣いちゃった自分でポンしちゃいましたこれは、まあ、これは泣かないですよねさすがにそのピンズの周りをねなんとかできればと思うんですけどもどうでしょうかあこれいいじゃないですかピンズの周りピンズの周りちょっと白しょんぱいなんでまだね絞っていきたいですねあいいですね はいじゃあこれで恥ずかしいもなくリーチしましょうかリーチしなくてもいいんですけどもあ上がりましたねこれでやっと上がりましたまあ3万点まだ超えるとこまで行ってないんですけどもなんとなくトップが射程距離に来たところでシャーチャーということで、はいまあ、これをねポンするところが私なんですよね でマンズを両側に伸ばしていって、ドラもちゃんと使い切ると。で、ウーピンにくっつけたところで、何感じてるの何感じてるんでしょうドラ切ってるの、ね、しかもね。なんか、もろのりですね、私ね。もろですね、これは。ああ、早いですね。これはちょっと、チーして。よくある手ですけど、こういうふうにね。はい。ざまみろと。 これはね振り込みたくはないですけどもねもう挑戦していきましょうかここは泣けないしはいじゃあウーピン重なってなんとなくテンパイに近くなりましたけどもちょっと切る範囲に困ってますねこれはね赤右ン切ったんで漫ザ、ま、全部取るでしょあー痛いですねこれはね 痛いけど、まあ、テンパなくてよかったかなという見方もありますよ、これは。テンパっても結局ね、これ詰まってますよね、もうね。はい、じゃあ何待ちだったのかなと。リアウンか。食い取ってるね一発を食い取ってます、結果的に。分かってたわけじゃないけども。うん。なかなか1位でした。はい、じゃあもう最後ですね、これね。で、これは Q1 をどうしても使いたいんで、あ、でも点差があんまりないから、そんな焦ることはないんだ。 うん、じゃあちょっとね古速にもう薬廃もボンボン切っていって手広く構えていくことを優先になんかねこうチワ1泣けないかなっていう気持ちがひそやかに出てますねこれねちょっと伸びない想像を切っていきましょうかここでで3品が全くないですねこれねでもこういうふうにするのが目論見みだったんでまあいいでしょうチワ1泣かして あなんかむ,ずむちゃくちゃよくなりましたねこれねこれで9万がといつろうもんならああ何やってんのうんこれはちょっと打ちたくないですねかといって打てるような範囲もないまあ6ン大丈夫でしょうん小さ大丈夫でしょ小してテンパイ取るかこれえちょっと打てないですね両方ともね うんこれはどうせ濃点だから白を切っていきましょうかはいこれでどうでしょうかうーん下の人と400点差なんですねあこれなかなかいいんじゃないですかこれはさすがにポンして食い炭狙いで E いいピン切り飛ばし作戦ですねこれはねお九9番ポンしてる はい、おおなるほどねやってくれるじゃないですかおっさんいい,、ね、いいね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 ああ間に合いませんでした難を泣かしたのがちょっとガンだったですねまあ最後親番が来たということでいかようにもトップが取れそうです 早めにトーンを泣かしていただいてあまり頭を考えない手順にしたいですねあ,あチートイも見えてきましたねあっという間にねえー、これ下の方がねなんか早々とドラを切ってきてるのが気になりますが、はい、これでトイトイとかなんとかなってきたかなサブローピンでも全然いいんですけどもね、うん、これでもいいやトイトイなら一発で決まるんですけども どうですかねこれでまずポンと上がって上がらせてもらってあ何やってんのおっと上がり三着かあ違うわ逆転されましたよもういや痛いなこれねでもなかなか面白い勝負でした以上です